ご近所さんまだ多分大丈夫です。11時回ってないから。誕生日プレゼントは、そうだな。レゴと対バン、レゴビッグモール大先輩はね、あのね、長野で対バンしたっすね。3年前ぐらいに。これ、レイ、やってたよな、やってたんだよな。喉は普通です。可もなく不可もなくといった感じですね、今。メンバーで誕生日会しますか？そういうのは絶対しないですね。しないしない。しないしない。ね、夜音来てくださいね。夜音。夜音って外ですね。外外。日比谷野外音楽堂と大阪城夜音ですね。大阪城夜音はね、実はその、ワンマンじゃないけど、大阪のなんかモーニングリバーサミットっていうね、今あるかわかんないですけど、当時、ちょっとした、プチフェスみたいなので出たんやけどね、よかったよ。なんか夜になればなるほどめっちゃいい。あそこめっちゃよかったですね。最近知りました。夜長歌いいですね。ありがとうございます。沖縄行きたいな。沖縄俺人生で一回も行ったことないですよね。沖縄は行きたい。宮崎出身なのに、で近いがゆえにね、行ってない。多分これ北の国出身とかって絶対沖縄行きがちじゃないですか。僕逆なんですよ。南国育ちなんでね、逆にあの北海道とかね、東京とかこっちに修学旅行来ること多かったんで。イルマにしたの。いや普通のアイコスもあります。あの両刀、両刀、これであの男の夢の4本杖ができる。4本連続で吸えるっていうね、2つあるから。コチョウラン、コチョウランね、コチョウランやりたいですね。コチョウランライブでやりたいですね。セッターはやめた。俺セッター吸ってたの相当前よ。僕ずっとハイライト面そうですよ、もう何年も。髪は愛の獣マジむずいからな。マジでむずいよ。わからん俺。コードあるんかな。俺ギター弾いてねえからな、あの曲。
やばうんこしたいわ。うんこして、ライブ EA のまぶたのコラボ素敵でした。いや楽しかった、りくくんと一緒に。やっぱなんか誰かと歌を歌うって楽しいですよね。みんな野音来てくださいね。フルアルバムも、フルアルバムすごくない？僕ら 7年、バンド7周年目でやっとフルアルバム出せるからな。7年かかったわ。7年は経ってないの、経ってないの、まだ6年しか経ってないけど、7年目にしてね、フルアルバム、しかも20曲入り、なまってしまった20曲、ん ?20 曲入り、20曲入りのアルバムだよ。すごいねこれ、すごいね、楽しみだね。うんこ我慢してるって、うんこ我慢しながら歌うぜ俺。ちょっと待ってよ。ギターで曲作るの少ないですか？いや全然ギターで作りますよ今も。新曲歌ってやろうか怒られるぜこれ、怒られるけど、最初の一音だけ弾いてやろうか。最初の一音だったら別に怒られんやろ、最初のね。しかもこれあれだから、あのアレンジ決まってないから、まだどうなるか。どうやったっけ、あはい、俺ね、これ5年前とかやったらね、俺ゴリゴリワンコーラスぐらい歌いよったけどね、さすがにね、さすがに今そういうのできないから、もう怒られるじゃ済まない。ね、罰金2000万とかあるかもしれないからね。怖い。5年前とかって僕ほんと平気でなんか世に出てないやつゴリゴリ歌ったからな。神祭はあれですよ、ドロップ D で曲を作ることが多い。このね、このこれでなんかね、いろいろ作ってますよ。そう、披露したがりは早く新曲聴かせたいっていうね。今ももうたくさん新曲できてるんですけどね、まあフルアルバム発表されたんで楽しみにしておいてくださいよ。
今日お酒飲まちょっとね、仕事がね残っているんだよ、残っているんだよ、仕事が。おい、またそのね、トップが山崎、そのこの絵だから俺のトップ、インスタのトップ画をいじってくるやつおるな。そのトップ画、あれなんかアイコンと顔違くないですかみたいなやつ多いねん。なめんな、いいじゃねえか、俺もアイコンぐらい漏らしてくれよ。アイコングレー、アイコンぐらいお前漏らしてくれてくれよなあ。すっごい痩せました、僕太ったって、俺太ったんやって、3キロぐらい。太ったんだよ、やばい、運動しなきゃ。あと親知らずをね抜いたら顔ちっちゃくなる説があって、親知らず抜きたいんだよな。親知らず抜いて、で鼻高くして、削って、ここをね、顔削りたい。もうこんな、これになりたい、これに。俺これになりたいもん、早く整形したい、ね、お金持ちになって。うん、いやいやいや、顔でかいよ俺。俺ぐらいになると耳でチューニングできるから。の前ダイエットが、そう、あの時だけ本気で頑張ったけど、なんかやっぱしんどい。なんか食制限とかね、サラダチキンとかやったけどね、なんかストレスが溜まって、なんか精神衛生上良くないなと思って、ダイエットはやっぱり。なんか食える時に、だって明日死んじゃうかもしれないんだよ俺たちなんて。なあ、人間いつ死ぬかわからないんだからね、明日死ぬんだったら今日うめえもん食っとこうやって、なんかそういうねベクトルにね脳みそがいってるんですよ。あと食うことでやっぱストレス発散になるんで。M ステめちゃくちゃ血色悪かった。サラオ顔色悪かったやろ、もうね死にかけやったからな。そうだね、もううまいもん食ってね、うまいもん食い、うまい酒を飲み、まあ僕の場合は安酒で十分ですけどね、たまにコーラを飲み、それでいいよな、それでいいんだ。食べないと声出ない。え、でもね僕ね、あのあれなんですよね、なんかハングリー精神というか、その食わないで、ライブの日僕何も食わないんですよ、一日ライブ終わるまで。うん、食わない方がなんか頑張れる。なんか懐か、なんかうわそんな曲あったなみたいな曲歌いたいわ、昔よく歌ってた曲とか。なんかユーフレットマジなんかね、なんか有料会員じゃないとランキングで見れんくなってしまってね、人気順でアーティストとかが。マジこれはね解約ですよ、ユーフレットさん。
ゆうちさん、これはちょっとそこでお金取らないでくださいよ。これだってめっちゃ不便なんだって、わかんないもん。これどこにあいうえお順になっちゃってから、この順番が。なんで俺はそしてさっきからのレ行ばっか言ってしまう。レ行のなんかミュージシャンに引き寄せられているのかもしれん。引き寄せられる定めのよう、うなのあなうなな、うなさ、あなたの夜、あまたの夜を越えさ。あ、キノコ帝国は歌ってましたね。このあいうえお順マジでやめてほしいわ。もう不便すぎるこれ。この曲もうね、僕好きなんですよね。これいい。これを歌ったら仕事に戻りますわ。もうね、早くこの今年中にやらなきゃいけないことを全て終わらせてね、なんか旅行に行きたい、温泉旅行に行きたい、北海道とかに行きたい、草津でもいいや、温泉旅行行きましょう、みんなでね。今年の仕事を全て終わらせて。あー、ちょっと待って、これ高いかもしれない。あ、どうしようかな。どうしたらいいんだっけ、こういうのって。俺どうやってやってたっけこれ。やばい。こうか。これか。
けなんだ。桜が咲く前にここを出て行くことにしたよ。10年後の君はどこで誰と笑っているのだろうか。ありがとうございました。キノコ帝国の桜が咲く前にでした。一回前髪、違う違う、これねパーマでセットしてないとね、いろんなとこ行くっすけどね、あの切ったばっかなんで、これじゃあ仕事します。僕はみんなも明日休みの人はゆっくり寝て、明日お仕事の人は頑張ってくださいね。写真、そうそう、ヌード、僕写真集出すんで、グラビアのヌードっていう写真集出します。ヌードと、メジャーファーストフルアルバム自称の地平線と、ヤオンですね、当伴ヤオンライブ遊びに来てください。よろしくお願いします。さよなら。おやすみなさい。